ていた未来は確かどんなだっけ、今頃どんな風になってるはずだって、あなたの肩を振ってさよなら言ってバイバイ、宣伝の音からって話してたいよずっと、勝手なことを
たり謝ってみたりしなくてもいい。秘密の箱を開いたらほら物語が見えるだろう。どっちが好きかなんてつまんないことを言うのさ。どっちかって言うと断然タケノコの里が好き。どっちが好きかなんてそんなに大事なことから悟ったふりして謝ったふりしてごまかすけど真実の箱を開いただほら海原へと船を出そう。どっちが好きかなんてそんなのとてもいいでしょう。本当のことを言うよ。しかないのと悲しく生まれるから、月夜の舞のして踊り流る自分が奏でたこの世の風、あなたのさえ構わないと信じた。ほらご覧ください。